あなたは指揮官様ですか？ご機嫌麗しゅうございます。ロイヤルネイビーの栄光フット勝利とともに参上いたします。はい、ロイヤルネイビーの栄光は今目の前にございます。どんな時でも優雅に振る舞うことこそ王家としてのしつけの賜物です。デンマーク海峡？勝敗は平家の常、一時的な敗北に過ぎませんわ。お帰りなさいませ、指揮官様。紅茶はいかがでしょうか。ロイヤルネイビーの栄光、心ゆくまでご覧くださいませ。優秀な指揮官なら紅茶にも心得があるべきですわ。この字は、なるほど、先ほどは見間違えておりました。申し訳ございません。私あまり目がよくありませんので。よく聞き慎んで発言する。良いご判断をされたいなら他人の意見にはよく耳を傾けるべきですわ。適度なスキンシップも時には必要ですわ。社交ダンスでもいかがでしょうか。レディーに無理に働きかけるのはいかがなものか。指揮官様ならお分かりになっていますこと。心の準備はできているのでしょうか。指揮官様、上官から新しい任務を預かってまいりました。ご確認くださいませ。栄光には報酬がつきものですわ。お忘れにならないようお願いいたします。未開封。指揮官様、他人に冷たくすることは紳士の行いではありませんことよ。指揮官様、入れたての紅茶はいかがでしょうか。紅茶を楽しみながら検討いたしましょう。完了された委託の数々も栄光の象徴です。あの子たちをねぎらってはどうでしょう。その行いはきっと報われます。栄光は私たちと共にあらんこと。暖かい日差し、気持ちいい潮風、素晴らしい勝利です。勝敗は平家の常です。私たちにはまだ時間が十分ありますわ。優雅は伊達じゃありませんよ。私でも少し怒りましたわ。ふん、これは荒療治しないといけないようですわ。指揮官様、ご機嫌ですね。良い午後ですもの。少しおしゃべりでも。はい、ではレナウンさんのお話を少々。優雅をよく口にしておりますが、指揮官様が私に合わせる必要はございませんわ。むしろいつも通りの指揮官様こそが一番魅力的ですもの。あ、近いですか。淑女は常に優雅に振る舞わないといけないものの、好きなお方の前ですと大胆になったりすることもありますよ。君を夏の一日と比べてみようか。君の方が素敵だし、ずっと穏やかだ。人間がこの世に生きている限り、この死も生きる。そして君に永遠の命を吹き込み続けるだろう。美しい詩ですこと。指揮官様、私のために読んでくださいます？